こんにちは。今日はですね、映画の撮影が終わりましたので、その報告の動画をね撮ろうかなと思ってます。まずはですね、この映画を作ることができたのは企画をしていただいた草野さん、それからそれをねサポートしてくださっているスポンサーの皆様、そして今回はクラウドファンディングを実施したので、そこでですねご支援をいただいた、皆様のおかげでですね、この映画が撮れたと思っております。まずはお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。そして、今回関わってくれた出演者の方、それからスタッフの方、みんなですね僕の方から、信頼をして声をかけさせていただいた、皆さんなんですね。今回は本当に、いろんな試練が、この映画の目の前にね立ちふさがったんですけど、それを乗り越えることができたのは本当にこのメンバーが揃ったからだなと思ってます。このメンバーじゃなかったら、きっと途中で、ここまでだっていうところでね終わってたんじゃないかなと本当に思います。なんでね、本当にみんなのおかげで、この映画がなんとか撮り終えることができたと思ってます。本当に皆さんありがとうございました。はい、とにかくですね、まあ細かいことを話すとすっげえ長くなっちゃうんで、簡潔に話していくとですね、まず、まあ島を貸し切って完全外田のロケーションだったんですけど、この台本の分量でですね2日間で、取り切るというのは本当に難しいなっていうのが事前からあったんですよね。だけどもちろん、いけないことはない、っていう状況だったんですよ。だから頑張ろうと、なんとか無理なチャレンジしていこうというような状況下で、その現場に臨んだんですが、もうですね当日の朝から雨がすごくてですね、さっき言ったように外での撮影なんで雨が降ったらできないんですよね。だから当日の朝からもうずっと撮影はストップして、みんな待機してですね、雨が上がるのを祈るっていうような、そんなスタートだったんですよ。なので本当にこう取り切れんのかどうかっていうような状況下から、さらに雨で 3,4 時間押してのスタートということで、もう予定通りね、僕はもう、 こう準備してきたもの、事前準備してきたものを、淡々と遂行していくことが早く撮影を進めていく一番だなって思ってたんですけど、その思いっていうのはもう捨て去りまして、淡々と遂行していくだけではダメだという判断をですね、下し、まあ、とにかく1日目は、止まってたんでね、とにかく行けるところまでガンガン撮っていこうってことで何も考えずにですね、とにかくやってきたものをですね1日目はガンガン撮っていったんですよ。で夜の時間、夜の撮影ってのはそんなに多くなかったので、夜は時間があるから、夜1日目どこまで撮れた、じゃあ2日目以降はこんだけの撮影量が残ってる、じゃあそれをどう乗り越えようかという作戦会議をね夜にしようって決めて、まあ1日目いっぱいいっぱいっていうか、まあガンガン撮って、で夜どうしようかということを考えたわけなんですけど、結論から言うと、とにかく話の内容が変わらないように、ちょっと、ここはいらないか、ここはいらないかってところを削ってって、で、撮影手法、撮影のやり方もちょっと役者さんにとってはやりづらいけど、でも早く撮れる、そんな手法をね考えて、でまたなんとか2日目から終わりまでなんとか、撮り切れるんじゃないかっていうところまでギュッとやってですね、でも安心ではないんですよ。撮り切れるんじゃないかっていう状況で2日目スタートしまして、でまあ2日目はね時間巻いたりとか、おしいいぞいいペースだぞっていうところがあり、だん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 押して、やばいなっ
ってなったり、また巻いてっていうような、そんな状況を繰り返しながら、最終的にはですね、本当にやばいってところまで行って、でももうちょっと、もうちょっと、あとこれだけ、あとこれだけって言いながら、なんとか、撮り終えたという感じです。まあ正直ですね、まだ、全部の素材を確認したわけではないので、どこまでこうね、どういう風につながるのかっていうのも僕の中でも、まあそのそこの判断だったんでね、まだ確実にこうだとは言えないんですけれども、おそらく、その台本の成立させることはできたんじゃないかなと思うし、そうですね、いいカットが山ほどあるので、僕的にはなんかこう本当にもっとね、本来はゆっくりと和気あいあいと楽しく役者さんに撮影してほしかったなと思うし、やっぱスタッフのみんなも寝る時間もね少ししかなく、やることは多く、わからないことだらけで、すごくこうストレスのかかる現場にしちゃったなっていう反省はあるんですけれども、だけど撮れた映像っていうのはものすごくいいものが撮れたなっていうのが、まあ僕の感想で、まあ次回ね、もしやることがあればその辺見直してですね、また、頑張りたいなと思ってます。まずは、次とかではなくて、この作品をですね良くするために、僕自身が編集をしますので、もう毎日ね編集の方に入っていくということになります。まあ編集作業すごい大変なんだけど、まあ自分たちでね企画して、事前準備一生懸命進めてきて、でああいう辛い現場でみんなで撮影を乗り切って、その編集をするっていうのはやっぱりワクワクするし、必ずいいものにするぞという思いでね今はおりますので、ぜひ皆さんも映画の完成楽しみにしていただければと思います。まあこっからはなんだろうな、もう自分との戦いというか、誰かとね、誰かにこうストレスをかけるっていうことは、少なくなるんで、本当に撮影が終わったことはやっぱり一安心だなというふうに思ってます。まあここから僕もこうね、レッスンっていうのが昼間にあるので、昼間はレッスンして夜映画の編集をするという、まあ前もそうだったんですけどね、その生活に戻り、まあどんぐらいで完成するのか、できるだけ早い完成をですね目指してですねやっていきたいなと思ってます。はい、ちょっと話長くなっちゃいましたが、まあ映画はそんな感じでですね、無事に撮影の方は終了しましたので、そのご報告をさせていただきました。はい、まあ、また編集途中の素材だったりとか、こんな感じですっていうのがあれば動画にしていこうと思いますし、ラジオの方もですね日々やっていきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画は以上です。いつもありがとうございます。それでは皆さん元気に過ごしていきましょう。ありがとうございました。特許権利容疑、商標権利容疑、商標権利容疑。